イギリス対日本、このゲームの模様をお送りいたします。イギリスの先発は左のミルズ、日本の先発は右の佐々木、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく左のミル、まずは1回の表、第9決まってストライク、まずは見送りました。第2球打ちました、ファール、追い込んで第3球を投げた、危ない球、第4球を投げた、打った、ジャスティンボールを取る、一塁へ送る、一塁アウト、これはアウトです。リプレイをバッターは2番近藤、第9投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げた、内角へストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、外のボール球打った、ボテボテのショートゴロ、記録はヒットになりました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは DH の大谷、第9内角高め、縦のカーブ外れてボール、第2球投げました、内角低めいっぱいストライク、一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、投球は3球目投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を直球空振り三振、バッターは4番村上、第9投げました、チェンジアップはストライク、タイミング合いません。第2球このボールも空振り、バッター追い込まれました。追い込んで第3球をボール、アウトコース低め、第4球を投げました、アウトコース空振り三振、ミルズ3安がうなります。右の1回の裏、イギリス攻撃に入ります。トップバッターはボール、打ちました、引っ掛けた、村上掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者マット、ストレートはボール、第2球投げた、見送ってボール、第3球を投げた、ボール、投球これから4球目、ストレート見送ってストライク、第5球投げた、外角見送ってストライク、第6球は打ちました、1、2塁間のゴロ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ニック、第9打ちました、初球打ち、ショートの後方フラフラっと上がっている、あっと記録はヒット、記録はヒットです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9投げた、ストライク、いきなり161キロ、1球目ストライクから2球目ストライク、もう追い込んでいます、空振り三振、バッターアウト、最後はキレのある変化球。2回の表、日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは吉田、投げた、打った、ファールボール、第2球アウトロー、際どい球、ボール、投げました、直球ストライク、インローへ、第4球を投げました、打ちました、ファール、第5球投げました、アウトコース低め、空振り三振、最後は140、右バッターボクサー6番岡本、第9投げました、チェンジアップはボール、第2球投げました、打ちました、1、2塁間へ、破った、岡本ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。初球はチェンジアップ、空振り、少し迷ったか、第2球これも空振り、第3球を投げた、縦のカーブ、ボール、外角低め、第4球を投げた、空振り三振、最後は147キロ、ストレート、第9
投げた、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから決まった、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を、ストレートはボール、アウトローへ。第4球を投げた、空振り三振、ミルズ3番がうなります。日本2回の裏、イギリス攻撃に入ります。先頭バッターはクロスビー、初球決まってストライク。いきなり161キロ打ちました。レフトへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた、打った、流し打ち、サードから一塁送球、一塁セーフ、セーフ、セーフ。バッターは7番、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9球初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球走った、投げました、投球ボール、盗塁を許します。ランナーを投球は3球目、投げました、流し打ち、どうだ、一塁送球、村上うまくさばいています。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。ボール、第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。4球目空振り、タイミング合いません。投げました、打った、ファールボール。第6球を投げた、危ない球。さあ7球目、打った、引っ張った、ライトへの打球、ライト前ヒット、打球が転がっている、中継、イギリス1点先制、1対0、ケントタイムリーツーベース、日本なお。第9球投げた、ストライク。いきなり160キロ、投げた、打ちました。第3球は1球外した、ボール。投げた、外、直球は外れてボール。投げた、打ちました、ファール。さあ6球目、投げました、低め、ボール。第7球を投げました、外れてフォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。バッターはトップに帰ってフォード。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、フォーク、空振り三振。2回が終了。日本この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは甲斐、打ちました、あっと引っ掛けた、ニック、下がっていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。ボール。投げました、打った、ファールボール。第3球を投げた、ストレートはボール、アウトコース低め。投げた、4球目空振り。さあ5球目、ストライク、空振り三振。最後は147キロストレート。第1球流し打ち、ファール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。次が4球目、投げた、ボール。さあ5球目、低め、空振り三振、ミルズ3番がうなります。イギリスこの回は2番からの好打順、先頭バッターは DH のマット。初球を打ちました、村上ボールを掴んだ、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。高め、ボール。第2球投げました、打ったに当たりだ、これはヒットになります。ニック、いいバッティングを見せました。バッターは4番ジャスティン、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、直球決まってストライク。膝元、外れてボール。投げました、ボール。第5球投げました、まっすぐ見送ってストライク。投げました、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。投げた、見送ってストライク。いきなり161キロ。第2球打った、レフト前に出る、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。イギリス1点入りました。クロスビータイムリー。日本なおもピンチが。バッターは6番佐々木、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。投げた、見送ってストライク。キレのある変化球、外れた。二塁送球はどうだ、二塁はセーフ。ランナーを二塁に進められてしまいました。
投げた、外れた、ボール。さあ投球は5球目、危ない球。第6球は打った、バットが折れた。二塁ランナーそのままホームへ向かった。イギリスこの回3点目、4対0。リプレイをご覧ください。バッターは7番、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、低め際どい、ボール。第4球は一塁ランナー出た、キャッチャー二塁送球、間に合った。盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。投げました、危ない球、投げました、打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、三塁決定、ホームへ。イギリスリードを5点に広げます。5対0。セカンドから一塁送球、タッチアウト、ツーアウト。バッターは8番ケント、今日2度目のバッターボックス。はい、日本ピッチャー。第9投げました、初球を打った、センター左へのフライですが、センターバックしていった、ヒット、ケント、一塁回って二塁へ、ケントツーベース。バッターは9番、第1打席はフォアボール、直球ストライク、いきなり152キロ、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、ボール、外角へ。さあ4球目、危ない球。第5球投げました、ボール。第6球は外れてフォアボール。この回2人目のフォアボールです。打順はトップに帰ってフォード、今日はサードゴロと三振、完全に外れた、ボール。第2球変化球ストライク、インローへ投げた、直球見送ってストライク、投げた、ボール。次は5球目、危ない球、投球はこれから6球目、2者連続のフォアボール、これで塁が埋まりました。第9球見送ってボール、投げた、打った、センターへ持っていった、ヒットになります。一気にホームへ、ボールが転がる。イギリスこの回6点目、イギリスこの回7点目。マットタイムリースリーベース。日本なおもピンチが続きます。ここまで2安打のニック。第9投げた、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、外れた、ボール。投げました、見送ってストライク、ここは1球見ました、スラーブ、外れてフォアボール。バッターは4番ジャスティン、今日は三振とフォアボール。日本ピッチャー。第9投げました、ストライク。第2球投げました、ボール。投球は3球目投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ライト前クリーンヒット、ボールが点々と転がっている。イギリスさらに1点追加、セカンドから三塁送球、イギリスこの回9点目。ランナー1人を置いて迎えるバッターはクロスビー。投げた、インロー、スローカーブ外れてボール。投げた、ストライク。第3球見送ってボール。さあ4球目、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。3回の裏が終わりまして10対0。